どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、ハニーさんと、はい、今一緒にいるんですけどね、もうなんかこれ恒例になりそうなんですけど、イベントやった翌日の、まあ朝方というか午前中はそのイベントレポートをもうするしかないよねと、レッスン動画撮れないんでね、はい。そしてですね、今昨日は9月2日だったんですけど、金曜日、ガズレレライブショー2022の第2弾、名古屋で行われました、はい。チケットはありがとうございます、ソールドアウトの完売でございましてですね、まあめくるめく一夜になりましたね、もうやってるこっちがすごいいいな、ね、感動したなって言って、お客さんを見るとですね、もう皆さん1リットルぐらい飲んでました。いやいや、まあでもとにかく本当にみんなね、感動したって言ってくれ、すごい、なんかそうやって言われるとね、もう本当にこっちもね、もう感動してきちゃう。いやー、本当ね、やっぱりイベントやってよかったなと、あのイベントの時も言ったんだけどね、あのやっぱり今のイベントをするのもね、すごい、まあ迷ってさ、そのもうどのくらい前だろう、半年以上前だよね、イベントどうしようかなってやりたいなっつって、それでまあね、あのみんな来てくれるかわかんないけど、ちょっとやってみようっつって、あのイベントを組んだんですけど、もうこれね、あの昨日の名古屋もだけど、まあ東京、大阪、横浜と全て今もチケット完売になっちゃって、なんかね、みんなもっと多くの人に来てもらいたいって声を かけたいんですけれども、あのそういうことでちょっとね、あのチケットをゲットできた方は、まああの楽しみにしておいてほしいんですけど、まあ今回ちょっと見られなかったという方はまたご案内しますんで、よろしくお願いします。ちょっとだけど昨日の様子、写真をちょっとここに展開、まずはソールドアウトというチケット、あの看板が写ってると思うんですけど、本当こんな感じでですね、もう入り口からオープン前からもたくさんの方がね、ガズレレの、ま、あのファンの方っていうか、ガズレレ楽しんでる方がですね、いっぱい来てくださってね、でまあ こんなあの素敵な映像になってます、あのライブの映像、まだ他にもきっとね写真あるんですけど、ひとまず今手元にあるやつをこうパパッと抜けるんですけど、ね、はい、であの最後集合写真ですよ、これ見てください、これすごいよね、もうねすごいよね。あのこの映像にも迫力があるっていうか、もうみんなのエネルギーがすごい詰まってるかなという感じで、まあ本当にですね、なんと言いますか、めくるめく、夜だったということのご報告なんですけどね、いや一夜明けてですね、もう本当になんかはーって感じですね、本当に、いやよかった。どうでした第2弾、やっぱ第1弾のね、仙台でね、ちょっとあの練習もさせて、自分的にね、デビューだったから、仙台だったからね、みんな温かくね迎えてもらったのを最初に、そうね、名古屋でね、あの人数でね、みんながまたこう盛り上がる感じの ね、なんかリラックスできて、そう、でもお客さんも本当なんていうのかな、大声出してわっていうふうに まあ、できない状況というか、だけどすごいなんか全身でね、こう体を出してウクレレ弾いてさ、ね、楽しんでいただいてね、もう本当になんかすごくなんていうのかね、まあ素晴らしい豊かな時間だったなというふうに思います、はい。参加してくださった方本当ありがとうございました、はい。まだこれからね、東京大阪横浜と続くんでね、そこ参加される方も楽しみにしておいてくださいませ、はい。そういうわけで、まあ本当なんというか、もうイベントレポートもう一応最高だったって言ってる ばっかりなんですけど、あとまあライブハウスも良かったね、あそうライブハウス、ボトムラインカフェっていうライブハウス、あの仙台のライブハウスも素晴らしかったけども、ここのね会場もすごい広くてね、おしゃれでね、まああの言わずもがなんですけども、音響も素晴らしくて、あのガズレレの G ラボのウクレレの響きもね、もうみんなもう聞き惚れてくれたんじゃないかな、あと私の歌声に、はい、あのガチの演奏っていうのはね、なかなかあの聞いてね、あの初めての機会だなと思うのは僕のね、僕のあとハニーさんとの夫婦でセッションもね、再現したりとして、まあ、盛りだくさんだったぞということでございました、はい。あの大体ね、もう皆さん覚えておいてください、イベント開催の翌朝はもう同じような動画になると思います。でもなんかこの興奮をね、この誰かにこうシェアしたいという気持ちでこれ撮ってますんでね。はい。そんなご報告動画だったよということなんですけど、これからのんびりと、あの、ジム兄ちゃんで、我が家に帰ろうかなというふうに思ってます。はい。で、明日日曜日なんでね、ガズギターの動画をまあ、アップしようと思ってますんでね。またよろしくお願いします。アップ。でも来週だもんね。9月9日。あと、やっぱりね、あの、ほら。お土産をね、ああそうそう、今回もね、あのこの間よく私たちで言ってるんですけど、イベントに参加してくださる方が私たちにこうプレゼントとか差し入れとかお土産をね結構持ってく
来てくださってるんですけど、私たちその受け取りしませんので、うん、そこはですね、ちょっといろいろ理由があるんですけれども、うん、本当お気持ちだけで大丈夫ですので、うん、持ってこないでください。本当に皆さん、もうウクレレ持って、はい、今回もお一人かお二人ぐらいじゃないのがいらっしゃったよね。そうそう、持って来てこなかったっていう方いたんで、ね、そうそうそう、ってこうやってね乗ってるから、ね、そうそう、ああ持ってくれよかったって感じになっちゃう、本当、ウクレレだけは忘れずに。そう、あとガズね、昨日もちょっとお知らせしたけど、ガズレレソングはね、うん、今回参加できなかった方も、うん、ぜひぜひマスターガズレレソングのレッスン動画この辺に貼っておきますからね、お願いいたしますということで、はい、そんな気持ちがいい朝を迎えておりますよということで、うん、はい、ね、なんか本当なんかあーって感じだよね、うん、めくるめくるライブから一日明けて、いやでも本当なんか楽しかったね、良かったです、うん、よく寝れて、うん、はい、そんな今日ホテルの部屋でねこう撮影してるんですけどね、はい、はい、これからゆっくりとのんびり帰ろうと思います、はい、それじゃあ皆さん引き続きガズレレ YouTube チャンネルいろいろ動画上げていきますけど、あとガズピアノもやってるからね、うん、よろしくお願いします。さよなら、バイバイ。